どうも、こちら、ラクセグルです。今日はですね、こちら、ポケットティッシュ、皆さん使うと思います。特にね、学生の方とかは、もう常に、ポケットに入れてる状態だと思うし、まあ、いろんな人がね、持ち歩いてる、こちらのポケットティッシュなんですけれども、すいません、ちょっと、今日、しゃっくりがすごくて、ところどころ、使えてしまうところがあると思うんですけど、まあ、そこら辺は多めに見てください。で、こちら、例えば、机にティッシュを置きたいなと思って、それで普通の箱ティッシュを置くとでかいし、しかもポケットティッシュを単体で置くとね、若干ちょっと見た目が、って感じなんで、今日はですね、こちらの普通のこの箱ティッシュを活用して、空箱ですね。これをなんか収納できるようなもの、作っていきたいと思います。まずこちら片方にティッシュを当てて、こんな感じでティッシュがちょうど入るぐらいのところに線を引けます。でもう片方の方も同じように線を引きます。そしたらぐるっと一周ハサミで切っていきます。こんな感じで切れたら真ん中の部分はもういらないです。こちらの2つを使います。で、このね、ビニールのひらひらは後で取り出し口になるんで、まあね、いる人といらない人がいると思うんですけども、まあね、これ残してもいいんですけど、今回はこちらも取っちゃいます。この時点ではい、こうやってでもう片方も普通にね、ビリってやっちゃっても内側なんで、まあ、多少ビリってなっちゃっても大丈夫です。次に片方どっちでもいいんで、まあ大体適当にここら辺でこういう感じで切っちゃいます。これを切ることによってあることができるんですね。はい、こんな感じです。そうすることによってここが若干縮むんで、これね、こう中に入れることができるんですよね。はい、こういう感じ。あとはもうこのね、ポケットティッシュの中身をすべてこうやって取り出して、だいたい2段ぐらいだったら入るかな。これを重ねてこんな感じで入れます。サイズはもうほぼ同じですね。さっき測ったんで。それであとはこうね、入れるだけで、こんな感じでできました。はい、まあ、自分がね、よく愛用してるティッシュでもいいですし、まあ、自分が好きなね、これかわいいっていうデザインのティッシュをそのまま小さくしてみるのはどうでしょうか。でね、これポケットティッシュなんで普通のティッシュと違って、うわ、ちょっとこう取ってもまた1枚も常に出てる状態にはならないんで、あそこら辺はご了承ください。こんな感じで可愛くできました。というわけで皆さんもね、僕も今若干風邪気味なんで、こういうティッシュは必須だなと思いました。まあね、よく机周りとかで勉強とかする人は特にこういうの作ってみたらどうでしょうか。というわけで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。